はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は私の部屋から送っていきたいなと思います。で、今日の話なんですけどね、今日は基本的な考え方についてお話していきたいなと思います。なぜこの話をするのかというと、人は基本的には行動しないといけないっていうのが分かってるんですけども、なんで行動できるのかっていうことですね。そこについてお話していきたいんですけども、まあ結論から言うと何なのかなんですけども、こうやって見えてるところのこの下にあるこの部分ですね。この部分の考え方っていう部分がしっかりしていないと、まあできないんですね。いくらいい情報を聞いたところでできないです。家でも建物がめっちゃ素晴らしく建っていても、土地がね、見えない部分、この土地がふにゃふにゃだったりとか、あと家の中のこの基礎ですね。基礎という部分がしっかりできていないと、やっぱり立派に立たないじゃないですか。基本的にそういった考え方ができていないと、なんか一瞬うまくバッといってしまったところで、結局崩れてしまうんですね。なので、一発屋って結構多いです。一発屋って結構多い。たまたま当たったとかね、結構多いんですね。で、そういった考え方がね、しっかりできたらね、テクニックなんで後から嫌でもついてきます。自然についてくる。自然についてくる。で、じゃあ今日はどんな考え方が必要なのかなんですけども、今日はお金についてですね。お金についての考え方。お話していきます。これとても大事です。これができてない一人一郎家はめちゃめちゃ多いです。で、この動画はね、一人一郎家が見ていると思うんですけども、治療ね、毎日している。毎日、先生元に患者さんが来ていて、治療している。でもね、2回目来させることのできない先生ってとても多いです。とても多い。で、これらの多くはね、お金を奪ってしまうっていう考え方を持ってるんですね。だから、予約を進めれないんですよ。次どうしますっていうこの一言が言えないんですね。じゃあその人らの考えはお金を奪ってしまう。奪うと相手のお金がなくなってしまうと思ってるんですね。その考えをなくさない限りお金というのは入ってこないです。入ってこない。じゃあどういう考え方をするのか。お金というのは無限にあるよっていうふうに考えるんですね。英語で言うとこのこうゼロサムゲーム。誰かが損したら誰かが得するっていうふうに皆さん思ってます。患者さんからお金を奪ってしまえば患者さん貧乏になってしまうっていうふうに思ってるんですね。ほんまにそうかってことです。全然そんなことなくて、海の水ですね。泳ぎに行った時に海の水飲まへんけどガーって飲んでしまった時に、わあみんなの水なくなったって心配しますかってことなんですね。あとは空気ですね。で、いつも以上に大きく吸い込む。で、大きく2回吸い込む。そうすることによって同じ空間におる人の空気がなくなるんでしょうかっていう部分ですね。心配したことありますかってことです。心配したことないと思います。ないですよね。それと一緒で、お金ってね、世の中にやっぱ無限にあると思います。不況とか言われてますけども、ほんまですかってことなんですね。僕自身お金入ってきてますし、また僕が4年ぐらいお付き合いさせてもらっている方っていうのは、ガン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 お金が入ってきていますし、ガン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 僕にお金請求してきますし、ガン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 脅してきます。はい。まあ、そんな状況なんで、ああ、お金ってなくならへんねやなっていうのを見てるので、だからね、お金を請求したところで相手のお金っていうのは一向になくならないです。だから自分たちがもうお金を請求してしまくってあげて、それをね、他の人にまた払ってあげる。それでお金を回してあげてください。世の中そうやってお金って回り続けてるんで。不況やなとか、お金ないなとか、経営厳しいなとか、そんな風な口調になっていると、ほんまにそうなっていきます。人って自分が発した言葉になっていくんで。なので、あ、お金なんか無限にあるわ、とか、お金流れ続けているな、って口癖にしてあげて、それがたくさん流れてくるのか、少ししか流れてこないのか。ただ、その違いです、その違い。だから、お金なんて無限に流れてます。簡単やという口癖にね、ぜひ変えてもらいたいですね。そうすることで、あなたの元にもお金がたくさん流れてくるんだと思います。なので、ガーッと流れている川を見つけて、そこにちょこっと手を伸ばすだけ。ちょこっと手を伸ばすだけで、お金というのはしっかり入ってくるもんなんだと思っています。なので、僕は、コンサルにもガンガンお金を請求しますし、ガンガンいろんな先生にもお金を払っていきます。そうすることでお金って自分のところにちゃんと循環してくるんで、ぜひその考え方を持ってみてください。では、今日はそんなところで終わります。さよなら。